大恵比寿栄光2年6月4日は、中国三国時代から精神にかけての政治家、軍人、義、進むに仕えた。字は、深し沖、女修老屋軍林義圏の人、祖父は、大武氏。父は、王根とは別人、叔父は、王治重帝は王援。子は、王万、王教、娘、親女に、捨てがある。 竹林の七県の一人であり、施設信後に数々の逸話がある。幼い時の振動ぶりは、宗英や玄石にも認められていた。玄石はとうとも友人であったが、自分よりも20歳若い大恵比寿と語らうことを好んだ。父が亡くなると、昔の家来たちが光伝を持って、長門に訪れたが、大恵比寿は、付け届けの類をすべて受け取らず、名声を高めた。 大エビスの体格は小柄であったが、堂々と振る舞い、必ずしも礼に関わることはなかった。話し好きで、知られ、酒をたしなみながら、原石たちと竹林で遊んだ。植生罰に赴むく商会に相談を持ちかけられた際、どうかの言葉を引きながら語った発言は、商会の命運を見通したものであったため、指揮者に評価された。父の爵位を継いだ後は、芝明の将兵を受けて、 死んで官職を歴任した。柴明の死後、芝縁から、リブ公門、三期常司、加藤大衆、慶州志士と順番に任じられたが、慶州志士の時に役人を私的な用事に使ったため、免職となりそうになった。しかし罰金で済まされた。大衆八年、呉の付箋が基準してきた際、軍法違反のため羊、から切られそうになった。この時も、 大恵比寿は助かったが、同じく羊に批判された応援と共に、羊の悪口を言い散らした。世人は王子の威風をはばかって、羊には徳がないと噂するようになった。その後、予習志士に転任し、権威上軍に任命された。皆、年、ね、5年からの呉れ進行では、武将に進行して、王深志と共に呉を滅亡に追い込む功績を挙げた。その功績で、 愛豊か抵抗の借位を得た。呉の人々に恩寵を施し、多くの人を振幅させ、自中となったが、造愛の疑いをかけられた。武帝はそれをかばっている。信女は、政治家としての大エビスについて、特別の能力はなかったが、多くの功績がついてきたため、交換にまで登ったとしている。公録大部、理部章所まで官職が上ったところで、母の喪に服するために官を離れた。 大エビスは霊に関わる人間ではなかったが、父に対して親孝行であったため、柴叩く間にやつれていった。その様子は隆起に思考であると評され、身の安全を心配した武帝は、大エビスに薬を与え医者にかからせた。武帝の没後、外籍の陽春が実権を握ると、大使大夫に任命された。陽春が中殺されると、それに、 功績のあった東安公芝が勝手な振る舞いをしたため、これを急めた。大恵比寿は、公六大部、中書令となった。大恵比寿は、公後の制と呼ばれる管理登用制度を始めたが、不正の温床となっていると指談された。しかし大恵比寿がそれでも、地位を保てたのは、外籍の歌詞や隠しと結びついていたからであった。元康七年、官位はついに参考である使徒まで登った。しかし、 栄光元年、娘婿の灰に連座し、免職となった。その後も、朝廷の養殖へ着いたにもかかわらず八王の乱の政治的混乱の中、積極的な政治力を発揮することはなかった。またそれゆえに殺害されることもなかった。栄光元年、柴忠氏は、政党お芝絵を申請し、大敗、これに従軍していた、大恵比寿は、翌栄光二年に七十二歳で没した。 この王万が若字にし、王郷も諸子であり、後継できなかったため、遠石の者に後を継がせた。名声の有する危険性をいち早く察知し、異性者からいらぬ権威を受けぬよう、臨職の汚名により恋に名声を低めようとした。父の王魂が死去したとき、領収時代のた立ちから千数百万の公殿が寄せられた際、彼は一切受領しなかった。これが彼本来の成功で、 父の死に動転したあまり思わず、芝居を演じ忘れたものであった。若い頃から文才に優れ、順宮や友倉と信仰があった。また、鋼六大部の時に、とうもぐさの孫のとうちけを武帝に推挙し、とうもぐさの名誉回復にも尽力した。さらに旧暮れの石江らという人物を取り立てている。 施設信号では幼い時に振動であったが、長じて臨職家として知られるようになったとされ、相反するような方面での逸話が残されている。例えば、庭のリを売っていたが、リは発芽しない用種に穴を開けて売られていた、老いが結婚する際に着物を用意したが、後で代金を請求した、娘が、灰のところへ嫁入りした時、千数万を送った。その後、彼女が里帰りしても、 大恵比寿が不機嫌なので、あてて、銭金を返すと急に笑顔を見せた等の話がある。ありがとうございます。